はい、初飛行行ってみましょうかね。あ、こう見える。行きます。おー、いきなり浮かんだ。すげー。ほとんど合ってるな。おー、垂直上昇もできる。取り回さなくていいかも。いきなりナイフエッジとかできる。すごいぞ。あー、でもパワー感はやっぱり、すごいな。相変わらずインフライトすごいや。スロットルのカーブは合わせないと僕の感覚に合わないけど、完全にスロットルオフしてもグライドできる。なんじゃこりゃ。はい、じゃあ基本マルーバーからいきますか。もうちょっと近いところ飛ばそうかな。いや、1本目だからトリム調整しないとな。ちょっと上に上がるね。思った通り。こんなもんか。あ、服用機なんでね、上に上がっちゃうのしょうがない。こんなもんだな。ナイフエッジもできちゃうね。ローリングサークルもできるね。ブレークからの、あれはできないね。背面のフラットスピンとか難しいや。スローフライはどうなんでしょう。うわー、こんなゆっくり飛べる。すげー。行ってみますか。これなら足折らないね。心配してたけど。